どうも、山崎亮です。今日は倉方さんに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。倉方です。倉方さんは、肩書きが、やっぱり建築士科でよりですか。そうですね、一応名乗るときは建築士科っていうふうに、ね、建築士科だってもう出会ってからで言うと、さっきも話してましたけど、すごいですもんね。15年来ぐらいですもんね。気がつけばね。気がつけばね。東京銀座で会ったよねっていうところで、司会進行されてる倉田さんを見て、それまでの僕の建築業界の方々の印象が吹っ飛ぶっていうか、うん、なんでこんな明るく、こんなテンポで喋ることができる人がおるのっていうふうに思ったのが最初で、うん、そっから結構九州行かれた時も、はい、そして今大阪に来られてるけど、断続的にね、出会っていろいろご一緒させてもらってたっていうのがあります。そんな倉方さんに聞いてみたいのは、うん、建築士科って、何してる人ですか？今更っていうことなんですけどね。まあ結構不思議なのは、うん、なんか一応、まあ私も大学でも教鞭を取ってるんですけど、はい、だから公立大学ですね。そうですね、公立大学ですね。去年大阪、府立大とかってして、私立大から公立大になったんですが、はい、まあでもなんか建築士科というか、建築士研究者の不思議なところっていうのは、なんか物を作らないんですね、直接は。直接は作らない。だからなんか物をなんか直接作ることに役立つのが工学部のっていうもんなんですけど、工学部の中にありながら、なんか建築を作る上でも直接は役に立たないっていう。なるほど。どっちかというと、物を作るという以外のことをなんとなくやってるかもしれないなっていうのは建築士科ですかね。物を作ること以外で、建築に関わることっていうと、どんなことなの？でも例えばなんかこう美術とかって、なんか美術館って別に物を作らないじゃないですか。美術館自体ね、館はね、はいはい、だから もちろんアーティストはまあ物を作るけども、なんか美術館って要するに学芸員っていう人がいて、専門に例えばこういう美術をこういうふうに取り揃えたら意外な一面が発見できますよとか、今まであんまり知られてないかもしれないけども、こういう風な美術って意外と当時の時代を反映してますよとか、なんかそのできたものはまず素晴らしいんだけど、まあ、つまりアーティストがいないとアートはできないけれども、ただアーティストだけがいても多分アートっていうのはその効果を発揮しなくて、やっぱりそういうのをこう取り調べたり編成したり、あるいは人に分かりやすく伝えていくような職業っていうのは、例えばこうアートだと普通にあるわけですね。確かに。なんか建築だとね、なんか意外とないんですよ。そうか。だからアートだと美術批評家みたいな人たちがいたり、うんうんうん、まあ、今の学芸員キュレーターみたいな人たちがいたりする。建築だとじゃあそれは建築批評家みたいに言うのではなく、それを建築史家、歴史を担当している人が批評もセットでやるってことになってるんですか。そうですね。なんかその成り行きでその建築学科の中に、なんか一個だけ役に立たなくてもいいポストっていうのがあって、それはまあ明治の頃に日本が西洋から建築を導入した時に、当時はまあ昔の例えばゴシックのような学校を作るとか、まあ、なんかルネサンスのような庁舎を作るとか、まあ、やっぱり昔のものを参考にしながら建てるっていうのは、まあ日本で明治に僕文明開化の後に建築本格的に始まった時の常識だったんで、その時になんとなくその建築の歴史っていう授業があったわけですよね。なるほど。でそれがある意味でなんとなく惰性っちゃ惰性で、その後いわゆるモダニズムって歴史を参照しないものになってった後も、いやけれどもなんとなくその直接じゃないけれども役に立つんじゃないかみたいな感じで、とにかく建築の中に建築史って歴史っていう ポストの授業だけは面々とあるわけですよ。だからそのただそれしかないんですよ。だからその批評とかそういったものっていうのは、いわゆる専門職としてはまあなかなかないし、あと美術に比べるとやっぱり愛好家の数の桁が一つか二つ違いますよね。そうか。やっぱり美術ってやっぱりちょっとしたところないけど、一般向けの本出してもやっぱりそれで売れるけど、建築ってやっぱそれに比べると建築好きの人ってやっぱり美術に比べると少ないですよね。だからなかなか建築批評家で食えたりするっていうのは、まあ昔はともかく今だと難しいかなっていうふうに思います。ただなんだろう、批評家っていうふうに僕必ず名乗るときは建築士科としか名乗らなくて、もちろん批評を書いたりとかもするんですけど、でもなんか建築士科で十分じゃないかっていうか、なんかまあ建築士なんですけど歴史だけじゃなくて、まあ現代のこともやったりするんですけど、でもなんか全てはある種歴史だっていうか、現代のものも一緒に立ったら書くので、そうか。であと批評っていうとなんとなく言葉が難しいのでなんとなく建築批評とか言うと、なんか建築批評って言った瞬間になんかもうなんか人がさーっと遠のいていくみたいな、
画数も多いですしね。画数も多いですね。あとなんかもう火が尖ってるのが、ね、尖ってるのかな、尖って言ってる感じがつけにくい感じがする。そうそう、ありますから。だからまあ、ただ批評っていうのはもちろん大事だと思うんですけど、批評がこう難しいことじゃないと思うんですよ。例えばアートを見て、これに対して何々見たいっていうのも批評だし、意外とその何々見たいっていうのは普通は言わないような表現だったりすると、あ、確かにそう言われてみるとこのアーティストっていうのはそういう側面も持ってるかもしれないとか、うん、そうすると全然違うジャンルだと思ってたものが同じ形容詞になるんじゃないかなとか、だから子供が喋ることも批評だと思うんですね。で、言葉を与えていく、で、言葉を与えた瞬間に目に見える目の前にあるものが違った様相を呈してくるっていうのが批評だとすると、うん、批評って言っちゃった瞬間になんか小難しく言わなきゃいけないかなっていう変なバイアスが働く、そういうイメージあるわ。だからなんか批評っていうのも含めて歴史っていうか、うん、あのそういうのが建築が、まあ、もっとこういうふうにしたら面白く見れますよとか、意味がありますよみたいな伝え的役割を、まあ、建築史研究者からもうちょっと拡大してやった時に、まあ、建築史家って言い方はいいかなという、そういうことか。だから建築史家っていうと確かに僕なんかは建築の、まあ、歴史を詳しくだけど、歴史の各時代について批評してるみたいなもんだと考えれば、現代についても批評する人という意味で建築史家というふうに言えるわけ。まあそうですね。なるほどね。まあ、何でもね、やっぱりこう、まあいろいろこう美術でも民芸でもそうですけど、なんかちょっと前まで評価されなかったものとかが、うん、今になるとすごくこう美術展が行われたりとか、うんうん、本が出たりするっていうのは、それはある種こう現代に対する批評的な意味が出てきたから、多分そういうのが注目されてありますね。確かに。だからやっぱりそれが現代において現代のこういうふうな流れと違うことを可能なんだっていうことをこの人は証明してるなとか、うん、従来だとなんとなくそれがちょっとなよっとしたもんじゃないかとか、誰かの真似じゃないかとか、そうじゃないっていうふうに見えてきた時に新しく研究が始まって、でそれやっぱり現在当時の現在に対する批評でもあるっていうことは、どのジャンルでもありますよね。そうするとそれはその作り手はこう思って作ったんだっていうことと、後世からそれはでもこう見えるんじゃないかっていうことは一致してなくても批評の場合は大丈夫ってことなんだけど、そうですよね。批評って基本的には後者のことを言うことですよ ね、だからまあアートとかだってね、まあ、昔はっていうか50年ぐらい前まで何となくこう作者がこの時にすごくこういう境遇だったからこういうふうなことを表現したということを読み取りましょうみたいな感じだけど、うん、まあ、今のなんかね、鑑賞とかってもっと対話型鑑賞っていうか、やっぱりこうファシリテーターみたいな人がいて、まあ、この絵に対してどういうことが見えますかみたいなことで、誰かが言ったことに対してまた次の人が拾ってったりするみたいな。でそれからですね、その目の前のものから見えてきたものっていうのを言うことによって自分もはっきりするし、逆にそれを聞いた他の人がまたそれ被せていくことによって、うん、A さんと B さんがそれぞれ単独でいたら出てこなかったような批評になっていくっていう。だからまあ今の時代って、まあ、全般的にそうですね、街づくりでも、うん、いろんなことでもやっぱりある種こうある人が考えたとか、うん、ある人がっていうだけじゃなくて、やっぱりそれがこう、重なっていった時にそこの場でしか起きなかったことが起こって、あ、言われてみるとそういう部分があるなみたいな、そういうのがこうアートも批評になっているとすると、なんか建築もそういう対話型鑑賞の対象としてもっと、まあ、注目されたらいいかなと思うんですよね。確かに、もっと自由に見ていいし、もっと自由に言っていいっていうね。そうそうそう、言っていいって。これ最後またもう一個聞いてみたいですけど、はい、それが、まあ、もうすでにその建築家が亡くなっている建築の場合はね、うん、自由に言っていい感じがするんですけど、はい、ご本人まだ生きていると、うん、自由に言うと、いや俺そんなつもりじゃなかったんだよみたいに言われることあるかなってこっちで躊躇するところもあったりするんですけど、この辺はでも建築史家の現代バージョンとしてはね、はいはい、今も活躍されてる方々が作ったものに対しても、まあ、こう見えるんじゃないかとか、この人はこうじゃないかっていうふうに言う、うん、これはどういう関係になるわけですか。倉方さんね、あれは違うんだよみたいな話になるのか、うん、そういう読み取り方もあるねっていう話になるのか。結構今、文画ネットっていうウェブマガジンで、ポストモダニズムの歴史っていう連載をこの4月からやってるんですよ。で、あれっていうのは結構危険な領域を踏み込んだっていうのがあって、そうか、まあ、77年から後の建築史なんで、
いわゆるあの当時活躍した例えば安藤忠雄さんとか伊藤豊さんとか、はい、まあ、もっと上の牧文彦さんとかもやっていらっしゃるし、谷口芳雄さんもいらっしゃるし、結構今扱ってるものって皆さん、まあ、まだお元気なんですよね。そういうことですね。だからあれなんかも、まあ、宮沢さんっていう編集長がやってるんですけど、はい、あれもね結構ちょっとそこら辺も気を使ってて、結構だからやっぱり建築家の人ってそういうのに対して自分の言ったことじゃないことを書かれるのは結構嫌なタイプの人っているでしょ、ね、結構まあまあいるんですよ、うんうん、だから結構あの日経アーキテクチャの編集になってたんで、やっぱりその時にもいろんなやっぱ横やりが入るんで、まあ、日経アーキテクチャはどっちかっていうと新建築とかみたいな、何でしょうか、その建築家の中での雑誌じゃなくて、うん、もうちょっとジャーナリスティックに建築家の中だと言っちゃいけないようなことも含めて言えるようにしましょうっていうのはもともと創刊 の原点なので、うん、それまで日経アーキテクチャっていうのはいまだにあれはやっぱ日経系だから新聞と一緒で原稿を見せないんですよ、ね、うん、なるほど。で大体本当はジャーナリズムって要するに原稿を見せないっていうことがあるんで、ただ今はみんな見せてくれるし、建築の雑誌って大体原稿を見せるんで、うん、とにかくまあそういう中で皆さんがやってるから結構その横やりが入るの知ってるから、うん、結構あれなんかもう結構警戒して、だから逆に横やりが入ってもこの部分だけ差し替えればいいようにこれ分けましょうとかね、いろんなことやって、あれは結構ね、その意味では、ただ私は今ねおっしゃったようにこう別に本人が違うって言っても、うん、僕の考えの方が正しいと思うんですね。なるほど。例えば伊藤忠太っていう人で、うん、明治の歴史家である建築家で博士論文書いたんですけど、うん、伊藤忠太が今目の前に蘇ってきて違うって言われても、いや俺の方が正しいって言ってるつもりで書いてるんで、それと別に実際に今お元気な方について書いてるのは僕の中では全然変わらない。なるほどね。あ、まあ、正しいってことはないけど、そういうふうに見えることができるんじゃないかってことですね。そうですね。だから本人はそういうふうに意図して作られたかもしれないと、うん、ただそれをこう見えている自分に嘘はないということで言うと正しいだろうっていうね。そうなんですよ。だからね、それをもうちょっとやっていかないと、なんか、本人が語ることとか、あと本人の弟子が語ることが正当だっていうふうになっちゃうと、うん、それが本人にとって一番不幸なことだと思うんですよ。よくそうだ、建築家もよくなんか弟子筋とか多いんで、だいたい弟子筋じゃない人が語るのが面白くないから、結構いろいろあるんですけど、まあ、とにかくただね、その自分を知ってると、この人、はい、師匠だから知ってると言っても、うん、その人は例えばその師匠の60代しか知らなかったら、その人の、うん、その人の30代は違うかもしれないじゃないですか。そうそうか。で、歴史家っていうのは誰一人知らないから、逆に聖地に10代とか30代とか50代もちゃんと読むんですよ。で、その時に要するにある部分だけ知ってるから自分は知ってるっていうふうな思い込みかもしれないですね。あとはそれは本人とか弟子しかわからない、なんか言葉にならない何者かを含めた上で言葉にしているわけであって、うん、その人たちがいなくなっちゃう、その言葉だけだと自立してわからなくなっちゃう危険性があるんですよ。歴史家とか、まあ、批評もそうかもしれないけど、文字にするっていうのは、うん、やっぱりその人の本人も理解してない全体像をやっぱりちょっとは文字にすることによって忘れないようにするし、次の人が何かそこから意味を救い取ることができるっていう、そういう役割が建築士かなと思うので、それ本人とか弟子が言う何を言おうが、あんまりその大きな目的からすると僕は関係ない。なるほど。確かに本人ないし弟子が、だから我々からは見えないこの言葉や概念や経験の生態系に結びついて出てくる言葉っていうのがあるわけだけれども、まあ、本人たちはそれでそうだそうだなんて納得してんだけど、本人たち以外はここの生態系が見えてないわけだから、これも全部説明しながらこうだよって言ってあげる人が誰かいないといけないんだけど、 そっちはだから建築士科がやれていると。そうなんです。だからその生態系って生きてるもんだから文字には全部置き換わないんですよ。もちろんそうですね。だからその何割かでもそういうのを存続させていかないと本当に消えちゃうっていう、やっぱりだから生物じゃないもの、生物の良さを生物じゃないことにすることによって少しは温存するっていう、まあ、干物とかみたいなもんですけど、干物みたいな、干物製作者、そういうことですね、はい、そういう意味ではだから建築士科は干物製作者だったと。そんな現在の手間かかるんですよ。そうですか。今ね結構おもろいこと言ったと思うんですよ。おもろいこと言ってついね笑っちゃいけない人が今あのカメラの近くで笑っていたの。実は今日ね何人かまた他に来ていただいていて、で、ね、その方々にも話を聞いてみたいと思ったんですが、その話を僕が直接聞くより紐の製作者の方にも横に座っていただいた方がよりいい話が聞けるんじゃないかなということで、はい、ちょっとこの後ですねお二方ぐらい話聞くのに一緒に
はい、付き合っていただいていいですか。ぜひぜひ。ありがとうございます。じゃあまずは今回倉方さんにお話をお聞きしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。